レビューザワッチ開封動画編、今回はクロッシーの新作限定モデルをチェックします。ボックスがもう限定デザインです。現在の通常ボックスと形は一緒ですけど、カラーとこのパールとビーズチャームが違います。現在の通常版はカラーがアイボリーというか薄い黄色で、この部分が黒いリボンになっています。これを外して開けてみましょう。はい、開けた瞬間に綺麗な文字盤が目に入ります。いかがでしょうか。もっと詳しく見ていきます。はい、やっぱりこの文字盤の色、薄いパープルのストライプグラデーションが綺麗です。白蝶貝の文字盤で6字側から12字側に色味が変化していってます。見たことないカラーです。また文字盤全体に小粒のゴールドラメが散りばめていて、角度を変えるとキラッとして上品さが出ますね。実はこのモデル、ロマンチックな夕日をモチーフにしたモデルでして、夕日に染まる地平線がイメージされているそうで、なるほどと思います。そして6字位置のデザインもほら夕日っぽいマークになっています。さらに1、2、3、4、5、6、12字位置に2つで7つのダイヤが使われていて、ロマンチックさを表現しているそうです。個人的にとっても好みな色合いです。ではつけてみます。はい、つけてみました。文字盤のカラーがやっぱり綺麗です。ベルトは桜ピンクで、うん、肌なじみがいいです。サイズは縦が約 33mm、 横が 27mm、 厚さが 7.5mm、 重さは約 33g で、ちょうどいいサイズで軽いし使いやすいと思います。というわけで今回ご紹介したモデルはロマンチックな夕日モチーフでしたが、夕日ということはそうです、爽やかな朝日モチーフのモデルもございます。それがこちら、先ほどとは全く違ったデザインです。白蝶貝の文字盤に淡いオレンジのグラデーションで昇る太陽がイメージされています。模様も太陽のような感じですね。こちらは12字側に2つと6字側9字に合計4つのダイヤが使われています。はい、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したモデルはどちらもベルトは桜ピンクだったりシルバーだったりして、一見ベーシックなデザインと思いきや、よく見るとあ、文字盤が変わってるっていうのがいいですね。初めにご紹介したこちらのロマンチックな夕日モデルは品番が ES9444-50Y で、7プレ価格が 105,600円。次にご紹介した爽やかな朝日モデルは品番が ES9446-54X で、7プレ価格が 88,000円です。それぞれの詳細は概要欄に URL を記載しておりますので、そちらをご確認ください。ぜひ、ナナプレでお買い求めください。ありがとうございました。